特殊車車両番号とは、ドイツ語の SDKFZ ナマーの訳語で、ドイツ陸軍兵器局が第二次世界大戦終了までに正式採用した反装儀者、装儀者に対して付与した正式番号である。SDKFZ とは、戦車や突撃砲、装甲車等の特殊車両を意味する、ゾアンダークロフトファール・ゼイックの略語で、 SDKFZ- の後に番号が付された。ドイツ陸軍兵器局は製造会社や形式別に番号を付与せずに使用目的別に番号を付した。新しい車両や従来の車両に対して大きな回収があった場合には新たな正式番号が付与される。また小さな回収の場合は末尾に車線及び番号を付加することによって従来の車両と区別された。 番号の付与については、あまり一貫した基準はなく、同程度の回収であっても新番号が付与されたり、付加番号の付与に止まったりしている。トラックやキューベルアーゲンなどの非走行、非武装の送輪車の場合には、車両番号を意味するクラフトファヘグナマーの略号の KFZ- の後に番号が付される。また、高射砲搭載用や戦車回収用、物資輸送用などのトレーラーには、 特殊トレーラーを意味するゾアンディパーハンガーの略号の SDR- の後に番号が付される。なお、占領国から接収した兵器や敵国から捕獲した兵器にも特殊車両番号は付与されたが、当項目では記載していない。s d k f z に s d k f z 1 1ありがとうございます。